まあ、つぼやすさんもまだチューしてないんで、チューしてないので、やばいかな。お猫ほんとこのこっそり歩き苦手なんですよね。もう、前回のあの、ピンチポンチョ、そう、失礼いたしました。ピンチポンチョでした。あの、ピンチポンチョのところで、こっそり歩きできたのは、あれ、結構奇跡的な、自分的には、だいぶ、頑張った感じだったんですが、あれ？あ、入れない。どうしよう。あの、せっかく材料集めたんですけど、今夜になっちゃってるんで、入れない。ということは、ちょっと朝まで待ってですね。朝、また、装置を、使いたいと思うんですが、どっかから入れないかな？お？はてな、工事中につき立ち入り禁止。それだけか。ん？なんだ、電柱さん注意。あ、あの先生ですね。入れないよね。入れないね。裏口から入ったりもできないよね。おいつ入れないね。しっ、ああ、やばいやばいやばい。ああ、やられたやられたやられたー。にゃー、久しぶりに警官に撃たれてしまいました。ちょっと避難。でもなかなかいなくならないー。ああ、見てる。にゃー。そうだ、ちょうどいいので、何かフィルムを見に行きましょうか。うん。いや、パタヤンが占ってもらってる。うん。さてさて、あ、あれ？あれ？あいつ。あれ、もしかしてもうフィルムを見れる時間も過ぎちゃったかな？思ったらまだ、あ、フィルムまだ見れる時間じゃないですね。それにはまだ早かったみたいです。あ、そうそう、それでですね、結局、にゃ、安眠ゼミを手に入れれたのは、コメに書いていただいていたように、ここのゴミ箱からは全然出てこなかったんですけれども、教えてくださってありがとうございます。あの後ですね、ここ以外のゴミ箱を片っ端から漁りまして、なんと公園にある、公園の中のゴミ箱から安眠ゼミ出てきました。しかし、あ、いやー、プリスさん帰ってきた。あれー？フィルム見るのは夜中に見れたと思った。ポリスさんがいる。思ったんですが、見れない。やっぱりフィルムの時間過ぎちゃったのかな。仕方ないので、また、病院にそろそろ入れないかなって、朝にならないと多分無理ですね。あ、そう、ダンディー。あ、入れた。にゃん。ダンディーがさまよい出した後は入れるのかな。まあ、なんか知らないけど、ラッキーでした。では、ちょっとまずおさらいをいたします。そう、ダンディーさんがですね、眠れん病、最近眠れないから、お薬を作って、こう寝たいと。で、その処方箋が、眠りんごと安眠ゼミと我に帰る。うん。これを1対1対1で混合することであるんですけれども、まあ、リンゴがですね、リンゴのアイテムが、この、うさぎくんがダッシュできるようになった、橋リンゴっていう以外が、このリンゴのアイスしか見つからなかったんですね。なので、とりあえずセーブしてきたので、一回ですね、このリンゴのアイスを使って、お薬を作ってみたいと思うんですが、あれ？多分、ここで作
来るんじゃないかな。にゃ、おそらくこの機械を操作するのではないかなと。コンビニエント薬調合器、薬の材料を入れてください。ボタンを押すと調合開始します。あ、あの左のやつがボタンなんですね。じゃあカエルちゃんと、ごめんねカエルちゃん、あ、順番って関係あるかな。まあ、いっか。セミの死骸とハート、リンゴのアイス、よし、これで3つ入りましたね。まあ、調合は1対1対1って書いてあったんで、順番はいっかな。ほら、にゃにゃ、いれいれー、なんかやばそうな感じですね。大丈夫かな。ドキ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 、にゃ、あれ成功失敗、どっちどっちにゃー。なんだなんだ、どうなったんだ。失敗なのかちょっと微妙によくわかんないですが、あのパンパパパパパーンみたいな、あのお薬できたみたいなのはね、で音は出なかったんですけれども、とりあえずこの立ち直るこのお薬ができたので、あとはまあ先生が帰ってきてから飲ませたらいいのかな、それとももう今飲ませ